意外と正答率の低い方程式あるある。方程式を解くだけの問題です。高校のテストでこんな問題を誤って出してしまう先生はお疲れなのでしょう。こんなサービス問題を出してくださり、ありがとうございます。あれ解説を始めます。まず、ショート動画のように係数に文字が入っている方程式。 不等式はは注意しななくていいけないことがありますそれは例で割るという操作をしないようにすることです。そのために例を起点に場合で分けて方程式、不等式を解いていく必要があります。方程式は変数 x の係数 a が例でないときと例のときで場合分けします。係数 a が例でないときは両辺を係数 a で割って解を求めることができます。係数 a が例のときは数 a で割って解を求めることができます。 実際に根を入れてて考えていきましょうここでさらに B の値によって場合分けが必要だと気づけることが大切です B が0の時はどんな値でも方程式が成り立つので解は全ての値になりますそれ以外の時は X にどんな値を入れても成り立たないので解なしになります最後に動画にはなかったですが同じような不等式の場合も考えてみたいと思います方程式同様係数について 例を起点に場合分けすするのは同様ですが正ででも場合分けが必要です正の場合は方程式同様に両辺を a で割ることができます。負の数の場合が問題で負の数で割る場合不等号の向きが逆になることに注意しなくてはいけないのです。係数 a が例のときも慎重に考えていく必要があります。すべての実数 x について ax は0になります。 普通、不等式は実数範囲で考えます。よって b が負の時 x の値はどんな値でも不等式が成り立つので解は実数すべてになります。また b が0以上の時は逆にどんな実数 x の値も不等式を成り立たせることはできないので解はないということになります。 解説は以上になります。お疲れ様でした。バイバイ。